これ見るとあれですね、これは29年分なんですけども、26万5000円、補助金の額は13万円だから、いやでも13万円でもおかしいんじゃないですか。まあ経費が26万5032円なんだけども、この金額は自治会の決算書のどこにも出てこないんですよね。だからまあどっちにしろ自治会の決算書はデタラメだっていう話です。増田塗装、とにかくまあ身内の業者さんにやらせて工事代が26万5000円。でもこれ26万5000円するかね。これあそれとだ、でもちょっと関係ないんだけど、津市内でね、自転車が手引いたっていう話が出てるらしいから、そんなこと皆さんないですからね。まだ手を引くっていうかね、違う、手を引くも何もね、うち別にその月刊津市じゃないんだ、そう引くとか引かないとかそういう問題じゃなくてですね、別にローカル市でもないでもないんで、はいはいはい、こんな風にお見積もりを出して、それで結果的に設置されましたっていうお話ですね。はい、ということでこれはね、こういう工事に詳しい人にこの額は妥当かどうかっていうのはちょっとまあ考えていただければと思います。でこっちが例のゴミ箱ですね。これはもう絶対黒いぞというふうにいろんな人が言ってた。平成29年度から令和元年度、令和2年、だからもう今年もやってたんですよこれ。もうやってたんだよね、だってね、一応令和2年度って出てるから。そうですね、もう一杯やってきますね。栄光富士2つ、室賀生黒ギツネの方が超重かった。じゃあ黒ギツネ、じゃあ栄光富士黒ギツネいってますか。じゃあ栄光富士黒ギツネお願いします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。だこれ店だとニンニクガバガバかけてね、海苔巻いて食べたいんですけど、なんか聞いた名前が出てくるという、105万円ね、平成29年で、もう7箇所ですか。設置費342万4680、これを7で割るとっていうか、もうここで簡単ですよ、これ48万9240円で一律出してるんですね。うん、環境事業課長の印もちゃんと押してありますね。ユナイテッドファーミング株式会社大倉、この業者に、あ、ちゃんとこれ型式書いてあります、型番書いてあります、サンプルもあるからね、カタログもあるから。じゃあ次にすることといえばこれあれじゃないですか、この型番で検索じゃないですか。GSPM の N1820SC ですね。で、しかも楽天に出てきた一発で。ちなみにこれ楽天でいくらか見てみますね。え？ちょっと待って、これ違うでしょ？え？ちょっとこれおかしいんちゃうの？確かに値段はこのぐらいするよ、このぐらいするんだけど、え、454,839円ってあるよ。だけどこれ全然ちゃうのじゃないですか、これ違うでしょ。確かに値段はね近いですよ、45万円って。だけど全然見た目ちゃうじゃないですか、これも違うよね全然。だってこんなんじゃない、これ開き戸になってるから、これ上開けるタイプでしょ、これ型番合ってる、型番は GSPM の N1820SC ですよ、これ開き戸式でしょ、これ上開けるタイプじゃないでしょ、こっちなんか上開けるやつだよね、これ全然ちゃうじゃないですか、これガチャってやつだよ、そうそう上、でサイズもこれだって間口1800、高さ2000ってあるけど、これ全然ちゃうじゃないですか、これじゃあもう別の、これでまず破綻、だってこれ別の商品ですよね、だから、うんうん、だから型番とこれは違うっていうことでしょ、これ、はい、じゃあまずここから、はい、これ見てくださいね、これこの型番にある製品ね、 GSPN これですよ、これですよね、これ
うん、これ皆さん覚えておいてください。これがこの型番の製品ですよ。で45万、額は近いね、うん、額はまあ額は妥当ですよ。妥当なんだけど違うじゃんこれ、うん、違うじゃないこれじゃないよね製品で。これが設置した状態でしょこれ、うん、あでもこれ全然ちゃう、商品ちゃうじゃないよ、全然ちゃうでしょこれ、うん、だから全然違うものを言ってるってことじゃないですかこれ。あじゃあもうダメだよこれ、はいはいはい、もうダメですね、早アウトですね、補助金詐欺ですね。これでしょ、あ一つ一つ写真撮ってるんですね、これここに設置しましたって言ってこうやって写真撮ってるんだけど、違うものを設置してますよと。多分市役所の方が騙されてました、田辺が悪いんですっていう流れじゃないですかこれ。なんかちょっとそんなフラグも立ってるんだ、なんかそういうフラグが立ってるのこれ、うん、騙したのは田辺だと。市役所はこの型番で言われてもね、さこれ見たらわかるでしょ。だけどさこれさ不思議なんだけど、えこれ写真撮ってるでしょ。そうです。でなんでこんな型番さ、えなんかまるでなんか私たちにさ指摘してくださいみたいなさ。でもカタログにね型番書いてないからね、これ書いてないですよこれ。容量1200リットル66キログラムですか。やっぱ町田ラーメンの太麺にですね、なかなか伸びない。あちょっと待って、平成29年これでしょ、で30万円じゃあこれ計算合いましたよ。要するに100万円足したと思う。105万円、こっちが105万円でこっちは30万円、だから同じ年度2回申請してるんですよ。だから合計135万円だからこれで、うん、計算合うわけだ。補助金額に関しては自治会の計算と合うけども、ただ支出額の計算は確実に合わないよねこれ。あ、そうだよね、うん、まあどっちにしろこれはいけませんな。問題はこの実際この製品どうなのかよね、これ。あ、いいかどうかどうか、これ調べてみようか。この型番書いてないんだけど、いろいろキーワード入れたら出てくるんじゃないかな。容量が確か何 ?1200? 温帯質量 66kg で。で、ザム製ですよね。ザム。こうやって入れたらね、大抵ね、そういう CKR1950。多分ね、CKR1950 っていうのが型番じゃないかな。うん、これでしょ。でも、モノタロウだと、扱いが終わってるのかな。うん、これで間違いないですね。CKR1950 ですね。参考基準価格137,000円。そこでちょっと口つけて、お飲みになって持ってってください。申し訳ございません。ゆず酒。ちょっとどうやって作ったのかよくわからないけど、とにかく柚子のお酒ですねこれ。でね、これで間違いないと思いますねこれ。あ、それだ。これでしょ。ビンゴでしょ。だって1950、マウス1950、奥行き750で高さ、あでもちょっと違うな、1160、ちょっと大きいのがこっちの方が。でもね、多分これと同等製品ですよ。俺これ写真撮ったかもしれないこれ。うん。まあ99,305円。うん。税込みですよ。モノタロウだと売り切れてるんだけども、定価だと137,000円なんで、うん、税別だからこれにじゃあだから1万円、13,000円高くなるか、そうすると15万ちょうど。まあでもその定価で売ったりはしないで、実際の価格は10万円ぐらいじゃないですか、なんかやっぱり税込みで。うん、だからまあどっちにしろこの価格には到底行かないから、いけませんな、これは。これは住民監査請求ですね。住民監査請求。津市の人はちゃんとね、監査委員会の事務局に行って、うん、これおかしいじゃないかと。ね。いや、だからね、それがね、なんかね、なんか、この間、試合の記者に行ってきたんやとかっていう、ね、言う人もいるんだけど、やっても無駄だからさ。うん、記者なんてね、記者なんてそんなやんないから、本当にね、田辺は許せないって思ってるんだったら、やっぱ住民監査請求ですよ、これ。あのね、やっぱ今、そのマスメディアというのかな、反権力でも何でもないからね、こういうのでも、
やっぱり警察が動いたりとか、公式発表がないと動けないんですよ。自分ら独自でやるっていうのはなかなかできないんですよね。だからね、噂の真相マガジンがね、いかにあれがね、なんかちょっと結構頑張ってるかっていうのはよく 逆説的によく分かることなんだけど、うん、だからこれいけませんな、これこれいけませんなね、いけませんね、これ詐欺です、詐欺だけど、要はそんな見え見えもの出してきましたなやっぱさすがに改ざん、だってここで改ざんとかやったらさらに大ごとになるよ。いや、だってあのさ、ご丁寧にパンフレットまで片身出してさ、しかも出してる写真が全然違うんだからさ、うん、これだって今ネットでね、いくらでも調べられるからね。今回もこれ同じやつなのかな。だからこれでね、いや死のやつはいい加減こんなんでも通るんだと、しめしめってうへへっていうことで調子によって、でこれも多分同じでしょ、同じです、同じ製品ですよね。いや田辺さん、補助金詐欺やっちゃいけませんな。これ今年死もこれ騙されてたらすまんよね。だって写真とかまあそうだね、ちゃうんだからさ。ちなみにね、関住民監査請求って1年以内やらないといけないんですね、執行から。誰か執行っていうか、お金払った日かな。でも6月19日か、6月19日に開始決定してるんで、これはもう終わってるね、この去年のやつはね。だけどこれは住民監査請求の対象になるよ。これはここでも飲酒やってたらもういよいよやばいんじゃないかな。今11月、令和2年、今年の5月27日でしょ。これ5期、また同じやつを設置してるわけでしょ。これあれ、今度はなんか変わってるね。 CTR2A そっか、で1950の750の1160でしょ。これですよね、もう確実にこれでしょ。サイズ一致してるでしょ、これ、まあ後続製品ですね、これ。これね、一番よく見かけましたわ。うん。CTR2A って、まあ、シリーズ名ですね、これ。で、その中の一つがこれですね。多分これ設置したんですよね。ほら、99,305円です、税込みで。税込み約10万円で、ね。これね、うん、この額に届いてないところか、補助金よりも安いわけですよ、これ。15万円より確実に。ということは5万円差額は。まだ45万だからね。45万、絶対この金額にはならないし、補助額の15万円にも達しないわけですよ、これ。いけませんな、これは、これはいけませんな、これは、これは住民監査請求案件ですね、これ。これ住民監査請求案件ですね。じゃあ、やっぱ真っ黒じゃないですか、これ。ちょっと次、甘口いこうかな。いや、ちょっと酒を飲みながら、しびち、いや、伸びない。横浜ラーメンはね、麺が太いから伸びない。博多ラーメンとかだったらでもうあのベロベロになっちゃうけど、溶けますわ。横浜ラーメンってこの太いんだもん、麺がそんな伸びない。あ、じゃあ栄光富士の森の熊さんお願いします。田辺さん、詐欺しちゃダメですよね。で、この環境事業がもう絶対こんなん分かってるだろうっていう、ね、うん、環境事業課長。俺もハンコ売ってる以上知らんじゃすまんから。でもね、これうん、これどういうことなのか、決済、これね、今年のやつは環境事業課までじゃないですか。これは財政課長で、財政部の次長まで行ってるの、これ平成29年ですよ。これは2年ね。うん、うん、これの違いがあるのはちょっとね、分かんないけど、とにかく、こんなおかしいって思うでしょ、これね。こうやってその酒飲みながら確認しただけでもおかしいと分かるものを通してたってことなんですよね、うん、ということでした。じゃあシラフの職員が見抜けなかったらどういうことやねんっていう、そういうことですね。さて、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。一応なんかお店の宣伝もしてくれるけどね。あのね、私のおすすめはこれ、中愛。あ、中愛、純米吟醸中取りゆべさららさらと、あと栄光富士、この辺おすすめでした。で、皆さんも来てください。栄光富士のこの森の熊さんもなかなか良かったですよ、これ。この辺皆さんぜひ、町田市最近暑いんで来ていただきたい。そうですね、はい。ということで、津市の皆さん、これは住民監査請求ですな、ね、住民監査請求ですな、これは。あの、これはっていうか、これですね、住民監査請求。この
令和2年度5月27日の分のこの予算執行はこれはあの不当または違法であると考えられるの で、 そうです、ね、ちゃんと監査委員に住民監査請求した方がいいんじゃないかと思います。ということで、そうですね、はい、本日はということで本日はありがとうございました、はい、皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。